はい、こちらですね。場所変わったんですね。頼朝、まさか腰掛け石、昼ヶ丘島に配慮されてた義朝、頼朝公、伊豆山神社、この方結構お坊さんじゃないんですけど、三嶋大社にもすごい通ってましたし、まあ、雅子様がですね、結構一方的にっていう話もあるんですけど、そうでもないと思うんですよね。まあ、二人、一番いい時期だったんじゃないですかね。これからの後のことを考えると。あ、ここに移したんだ。ああ、なるほど。さっきベンチみたいって言いましたけど、横に並んでる、こう、ちょうど二人座るにはいい感じの石ですよね。ここに移したんだ。単純に何にも書いてなかったら、全然わかん、何なのかわかんないんですけど、ここね、詰めて。ちょっと、去年来てないんで、2年ぶりですね。まあ、ちょっと、腰掛け石に座ってる方はいないと思うんですがね、ちょっと書いてないと、柵がないとなんだかわかんないですよね。座っちゃうかもしれないです。神の石とかね、そういうわけじゃないですけど、一応史跡の一つなんで、自然石ですけどもね、なんか綺麗に、なんか人工的にというか整えられて、ね、背もたれがついてるように見えますけど、どうでしょう、ね、頼朝公、雅子さん、こちらでね、恋を語らったと、これからどうしようということだったんでしょうね。まあ、そんな状況でもなかったんですけども、まあ、ここだけはね、なんかほのぼのしますよね。そんなシーンもね、大河ドラマではぜひお願いしたいところです。はい、伊豆山神社の頼朝公雅子様の腰掛け石でした。